はいどうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンです。本日は革命のトライアドというイベントが来ました。登場キャラがザック、久しぶりのザック、そしてアイシャとエリスですね。エリスも久しぶりだよね。ザックがいつぶり、チャグマ探偵、もう覚えてないぐらい久しぶり。もう知らない人も中にはいるかもしれないよね、白猫やってる人で。で、アイシャがですね、毎回欲しいんだけど、こうガチャ実装時に手に入れられた記憶がほとんどないんだよな。最初の一番最初の弓アイシャぐらいかな、手に入れたの。エリスも、エリスは持ってたかな、そこそこ持ってた気がする。というわけでですね、今回も22連だけ引いていきます。もうしばらくガチャ金ですよ、22連で引いていかないと。通信中は入ります。まあ今回も3体なんで引けたらラッキーですね。はい、まあ一応見ます。前回も確か両方とも昼背景で終わった気がするよ。飛ばすか。あのキャラのスキルモーション見たけど、そんなに島掘りに適してるようなモーションなかったよね。どうなんだ、まあパパッとしか見てないけど、もう島掘りモーション、島掘りが優秀なスキルモーションのキャラしか欲しくないからな。今ザンとね、マがね、ちょっと火力が弱くなってきちゃってる感じはしますね。なのでその辺が欲しいんですけども、アイシャはスキル2があれだったよね、結構ドーンって感じだったよね。早いわ、22連じゃやっぱ物足んないな。ガチャ金してどっかで100連とか引いた方がいいかな。え、これ完全に送る花火じゃない、こんなに花火が上がんなかったの初めてなんだけど、びっくりした。今の演出にびっくりして、大船来たことに全然喜んでない。今回結構無欲だったんで、そのモーション見て、ああそんなにいらないかなって思っちゃった自分がいた。やっぱ無欲だね。さあ、またよかった。まあ歯がゆい感じはなくなりました。これでアイシャかな、アイシャって感じがする。今の花火びっくりだな。誰だ、あーザックさん、ま、ザック久々だから強くてもいいんじゃないのねえ、お願いしますよ。はい、というわけで、22連で一体手に入れることができた、よかった。そして初めて見た、あんなに花火が上がらない演出、これはレアケースでしたね。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく。